クッションフロアを貼るときなど、こういう角のところ、ちょっと困りますよね。でも、型紙を取れば大丈夫です。今回はこういうカクカクした角の型紙の上手な取り方をお伝えします。はい、今からトイレの、型紙を取っていきます。マスキングテープ、ハサミ、チラシです。やっていきます。はい。今日は父の家のクッションフロアを貼っている様子をお伝えしながら、冒頭でお伝えした、角のカクカクしたところですね、そこの型紙 の、 上手な取り方を発見したので、お伝えしたいと思います。最初ね、掃除の様子が映っております。クッションフロアを貼るときは、まあ何でもそうなんですけども、まず最初は綺麗に掃除ですね。はい。で、しっかり綺麗に掃除が終わった後に、型紙を取っていくことになります。この後私がドジをするので、どうぞご覧ください。はい。一生懸命、ウキウキして、いててーってなってます。トイレットペーパーに、お尻をぶつけてしまいました。皆さんは注意してくださいね。はい。それで、これですね。型紙を今取っているところになります。こうチラシを置いていくんですね。はい。こんな風にね、この床、ちょっと水分で床が傷んでしまってるんですよ。で、おばあちゃんが前、手すりをね、亡くなったおばあちゃんが生きていた時に手すりをつけていたので、すごいビスの跡とか、なんかこう白くなってしまっていたりとかね、して、本当にちょっと汚れていたので、綺麗なクッションフロアを貼ろうとしているところです。はい。で、まあ、単純にチラシをこう並べていくわけなんですけれども、トイレのこういう曲線ですね、丸くなったところは、こう紙を小さく切って、こう、はわしていくっていうやり方をとっています。で、マスキングテープを貼ると、セロテープでもいいんですけども、マスキングテープだと、チラシでも結構貼って、剥がしてっていう風にやり直しが効くので、私はマスキングテープを使っています。うん。で、直線で切ってこうやって貼ってもまあまあいけるんですけども、これぐらいの曲線かなっていう風に、予想を立てて、でハサミでちょっと曲線を描いて切ってみて、置いてみるっていうこともやってもいいと思います。そうで、今回はね、曲線のところをきちっとやりたかったので、型紙になるチラシを何枚も何枚も小さいのを切って、切っては貼り切っては貼りみたいな感じで曲線を作っていっていますね。で、プロの方だともう型紙は取らずにそのままね、こうちょっと切り込みを入れて、やっていく、ジベラでね、こことやって切っていくんだと思うんですけども、はい、 DIY ではこの型紙がね、すごく役に立つのでおすすめです。私がこうして型紙を取るときは、クッションフロアを引くときで、こういう曲線とかね、細かい最初冒頭に出てきたギザギザがあるところとか、あとお風呂のシートを敷くときとかは型紙を取ります。やっぱりね、部屋は真四角に見えても四角ではないので、型紙すごいおすすめなんですよ。はい。そして、まあ、こういう広いところは、そのまま、チラシをバッと置いてね、マスキングテープを貼っていくっていう作業になるんですけれども、こういう端っこのね、まっすぐなところは、チラシのまっすぐなところを利用して貼っています。はい。それで来ました。この角ですね。カクカクカクって、3つもカクカクが、こうありますね。で、古い家だともしかしたらこのカクカクの直角がもうもはや直角ではなくって、86
7度ぐらいみたいなところもあるかな、わかんないですけど、でもまあ大体まあでもカクカクしているからやりづらいんだけれども、直角なのでね、なのでチラシの直角の、場所を利用したりとかして、まあ自分でこれは自分で直角かなみたいな感じで切ったんですけれども、はい、こんな風に分けて分けて、貼っております。で今回はなかったんですけども、ちょっとでもずれたらちょっとこう紙を折り込んでね、直しています。で今ね、あのドアが閉まるか心配だったので見てみました。やっぱりドアがね、そこまでクッションフロアを貼ってしまうと閉まらないっていうことが分かったので、段差ができてね、一つこうやって折り込んでいますね。はい、で折り込んでクッションフロアを貼って、そのクッションフロアの段差のところはね、コーキングでしっかり埋めて、つまずかないようにしようと思っています。はい、ここ冒頭で出てきた角ですね。はい、チラシを置いて、で、チラシのまた角を利用して1枚ちっちゃく切っておく、ちっちゃく切っておくっていうのをやろうとしているところです。はい、チラシをちっちゃくちっちゃく切って、角のとこね、チラシの角をちっちゃく切っておく、マスキングテープを貼る、ちっちゃく切って、マスキングテープを置く貼るっていう、単純なことなんですけども、このね、一手間をしておくと、あのきちっとね、クッションフロアが貼れますので、おすすめです。あのね、こう見えますかね、これだけじゃないんですよ。もう微妙なね、またね、角があるんですよ。ちょっとへこんでるとこわかりますかね。だからここもね、見逃しちゃいけないところなので、またちっちゃくこうしてね、切って、そのへこんでるもう1ミリ2ミリのところも切って貼ると、こうしておけば安心ですね。でこの型紙がね、出来上がったらボワーってこう取り外して、でクッションフロアの裏側に乗せて、で型紙も裏返して、それから枠をね、鉛筆かマジックで書いていってね、外枠を、でそこを切り取って上に、ここに乗せていくっていうことになります。はい、クッションフロアを裏返す、で型紙もその上に裏返しておく、でそれから枠を取って書いて切っていくっていうことですね。で今回は型紙までの作業になりますが、またね、次回またね、作業が進んだら、次回動画にしたいと思います。では最後まで見てくださりありがとうございました。これを見てくださった方がニコニコ笑顔で元気で幸せになりました。バイバーイ。